こんにちは。荒木和弘です。えー、私は、あの、民社党に目覚めたのは中学3年の頃なんですけどね。えー、なんで目覚めたかっていうと、反響です、えー。まあ、とはいっても、私の周り別に政治活動やってた人がいるわけでも何でもありませんでした。えー、きっかけはですね、中学3年の時の授業からです、えー。政治経済の先生、まあ、まだ大学出て2年目ぐらいの、 先生だったんですけども、これはまたあ、まあ、あの、まあ、ガチガチの左翼ですね。えー、当時も、その、学生運動上がりで教員になってきた人とか、まあ結構いたんですね。で、えー、まあその先生も、まあ、あの、もうさた、まあ、忘れもしない、最初の授業でですね、 え戦後の、まあ、民主化の U ターンっていうようなことを話を、えー、したのがですね、印象に残ってます。要はだから、えー、戦争負けてで民主化が行われたのに、それが途中から方針が変わってですね、えー、軍国主義化をしていったみたいなような話でございました。えー、教える経済学はあのマルクス経済学ですね。えー、まあ本当にあのすごい授業を今から考えるとでした。えー、で あのまあ、ただその先生人間的にはいい先生で、えーまあ、あの別にあのこっちはさんざんぱら文句言ったんですけどもである時はですねあの期末試験の。 答案で、えー、裏に何書いてもいいとか言われたんで「あの変更教育やめろ」って書いてですね、えー、出したら後であの回答が戻ってきた時に、えー、そこのところに赤字で「変更教育とは何だ」って書いてあった、ねえー、そんなことがちょっと記憶にありますけどもでもまあ成績悪くしなかったんですよねそんなあの反抗しててもお。ということもありまして今私あの自分の授業で、えー、論文あの、まあ、論述の問題なんかで自分と意見違うことを書いてき も別にそれ理由にしてあの成績悪くしてないですからまあ、その点はあのその先生を見習っているということでまああのいい先生ではあったと、えー、しかし言ってることは全然めちゃくちゃだったと,、えー、ということなんですねで、えー、まあ、そこで反発をしているうちにちょうどあの通学路にですね えー、中村俊次先生という,う、まあ、あの、東電同祖出身の、民社党の参議院議員のご自宅がありました。あまあ、あの、国会議員の家ってしたとですね、すごい狭い、まあ、2軒ぐらいしかない、あの、間口のお宅でですね、あの、まあ、とても普通見たら、ここで国会議員の家とは思えないような家なんですが、えー、そこを前を通ってて、いつも民社党のポスター貼ってあったんですね。で、なんとなく雰囲気が気に入って、で、えー、いつの間にか、 あの民主社会主義研究会議という、まあ、今政権フォーラムといいますが、えー、ここの月刊誌改革者を読んでまして、えー、高校を行ってからは民社党の機関誌「週刊民社も買って読んでましたで、えー、自分の担任にもですねあの民社党のこの「週刊民社を、まあ、あの各拌というか、えー、売りつけまして、えーまあ、民社党の歴史の中でも 高校生があの自分の担任に週刊文書を書きしたというのはおそらく私しかなかったんじゃないかというあの変な自慢をしてるんですが。 でまあ、ともかくこれはですね何かというと、やっぱり共産主義というものに対して、まああのその先生のおかげで、えー、いかにひどいのかということはなんとなく分かって、でですねで、えー、やはりそれと戦うしかないということだったんですね。で、あの正直言って、自民党の皆さんってあんまりそういう意識がない方が、どっちかというと多かった。 まあ,あの当時、高度成長の時代でもあり、増え続けるパイをです、ね、どうやって分配するかということに、まあ、自民党の皆さん熱中してました。だから、思想的なものとかですねあの、あんまりなかったんですね。えーまあ、もちろんそれぞれ持っている方はございましたけども、党としてはあんまりなかった。民主党の場合は、あの自民党と違ってですね、 えーまあ、もちろん社会主義政党です、えー、ただ社会主義っていろいろありまして、まあ、我々の言ってる民主社会主義というのはもう共産主義とはもう対決をするという社会主義ですからあ、まあ、そこではまあ全然違っていたとでなおかつ基盤となっているのが労働組合ですから労働組合は職場でですね 共産党、社会統計の人たちとまあ戦うということが、まあもう日常茶飯事であったと、まあそういう意味でも、まあこれはも戦前からの伝統なんですけども、まあ左の勢力と戦うということはもうずっとやってきたということです。で、それは決して間違いなかったと思います。20世紀を通して まあ,あの約1億人以上の方々があの世界中でですねこの共産主義という思想のために死んでいったということを考えるとやはりこれはもうこれからもいろんな形を変えてですねこの勢力というのはいろんな形で動いていますから我々としてはやっぱり戦わなきゃいけないんだろうというふうに思います。 えーまあ、あの今、いろんな形で、えー、出てきているグローバリズムなんかもある意味形を変えた共産主義って言えないこともないかなという気もするんですね。 でまあ、あと一つ、あのー、その反響ということでいうと、まあ、よく出てくるのは国際勝共連合、まああの話題の統一教会のですね、えー、まあ、その別団体みたいなものです。で、えー、直接一緒に運動やったというわけではありませんけれども、例えば民社党があの運動をやっていた日本人妻の里帰りの問題なんかってうのは、これはもうあの池田文子さんはじめとするその あの日本人妻のですね、自由往来の会の方々なんかがあの一生懸命やっておられたことです。で、その、まあ、バックにはあの消去連合もあったのは事実、えー、だったんですね。で、そういう意味で言うとあの、やることが重なったという部分はあります。だから、民社党でもそういう中で、えー、消去連合からの選挙の時の支援を受けた議員なんかも、 あの降りましたで私はあまり直接あの会ったりしたことないんですけどもやはり選挙の時にですねえっ、ー、と入ってきてっていうようなことはあったそうですまあしかしもちろん自社と別にですねえー、だからと言ってなんかツを売ったとかですねそんなことはありませんそれはやはりあのこの反響という部分で、えー、重なってた部分があったということなんですねえー、今あのこの統一教会の問題が出てきたことで、えー、一つ間違えるとそっちのですねなんか反響自体までおかしいということ になななりかねいいような論調をすする人がいますがま私はそれは絶対にそんなことはない、えー、というふうに思います。で、少なくとも世界全体のこのどっち悪かったかって考えたらですね、共産主義というものによって、えー、被害を受けた人のがはるかに多いわけで、これはもう壺どころの詐欺じゃないですね、命が途らえるわけですから、えー、ということはやはり理解をしておいた方がいいと思います。で、えー、まあそういう意味で私はやはり自民党にならないという。 のはですね、えー、まあ別に誰も勧めたわけじゃありませんがやはりあの最後までミシャのままでいるつもりというのはそういうことでもある、えー、ということでございます、えー、今日は反響についてお話し,しました今日もありがとうございました